危ないデカの後、あ、後なんですか。そう、長嶋敏行さんと、はい、時藤三郎さん、あ、で呆れたデカ、はいはいはい、で僕は探偵所の所長の役で、この2人を助ける。あ、はいはいはい、危ないデカってすごいじゃないですか、人気があって。そうですね、またやりますもんね。そう、そうそうそう、それでこの東映かな、東映か大映か、はい、忘れちゃったけど、この会社とテレビ局が今度はこの時藤三郎と長嶋敏行で第二の行こうと、はいはい、第二の危ないデカだ、力が入ってたんですよ、はいはい、現場。ところが時藤さんが1話か2話で大怪我しちゃって、足を引きのシーンで走るところとかはそっくりな人いたんです、背格好が。あ、時藤さん、そう、それやって、時藤さんはアップでやってたんだけど、はいはい、それはまだ全然関係ないんだけど、はいはい、それでラッシュってあるわけですよ。あ、はい、今はねデジタルで撮るからすぐ見れるけど、うん、昔はフィルムだからフィルムを焼いて、はいはいはい、そして日活の撮影所、はい、ラッシュの試写室、はい、もう5、60人、みんなで、はい、テレビ局のその人から、はい、映画会社の人から見て、出演者も全員、はい、あって見て、呆れたデカ、ダダ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 、これはもう第2弾すごいぞって言って、オンエアが始まる前に3話4話撮るじゃないですか、はい、3話目4話目とかも熱がすごいわけ、あー、はい、ガーって5話目ぐらい以降からは一発目のオンエアがあって視聴率が出てるんですよ、はいはい、もうがっくりきてるのみんなで、一発目はまあまあだったのよ、はい、二発目ガクッと落ちてどんどん下がっていくわけ、だから現場がだんだん元気がなくなってきてその時に村川徹さんだったんですよ。ああ、はいはい。でも危ないデカの。そうそうそう。はい、村川徹さんと、はい、もう一人が手銭さん。あ、はいはい、手銭監督。この二人がいましてね。で、手銭監督は何かに追われてんのかっていうぐらい急ぐの。はい、何待ち何待ち、次行こう、いや、いい、はい、はい、次、はい、次行こう、はい、次、はい、夕方には終わっちゃうんですよ、撮影が。それで、そんな早く飛んだ僕が渋谷の道玄坂から、はい、バイクでバーッと上がってきて、はい、止まって、カメラの前で、はい、ヘルメット取って、なんとかなんとかだっていうシーン、はいはい、一回もリハしないんですよ。止まった位置だけで本番行こうで、僕がバイク戻してそこから本番よーしたブーンブーンブーンってあらららら、オッケー次行こう。これ NHK のドラマだったら3回はリハするんだけどなと思って、でも僕はねすっごいやりやすかったの、せっかちだから、あバー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 、あのすごいのが石原プロのカメラマンなんですよ、専属の。その人の NG が一回もないの、ピントが合わないとか。めっちゃうまいと思うんです。めっちゃうまい。へえ。というか、この時聞いた話なんだけど、はい、そこの僕の探偵部の僕が所長で探偵してる人がいたんですよ。はい、若い人、はい。これが倉田康明さんのお弟子さん、はい、空手の、はい。で、彼は香港でもやってた人なの。はいはい、で来てやってくれて。それで話聞いたら香港行ってもう一人の人は全部メモってたって言うんですよ、はい、あの香港語っていうの、はいはいはい、広東語、はい、1年一緒に行ったんですって。 でもその彼はもう耳だけでフィーリングでやってたら、彼は広東語喋れるようになったのに、メモってた人は喋れなかったっていうの、はい、そういうもんなんですかね。そういうもんなんですかね。それである時その、はい、彼背も165ぐらいで顔も可愛いの、はい、京王線か小田急線を乗ってた時にサーフィンのサーフボードを持った若者がこういて、でなんかこうバーンって当たったらしいんですよ、はい、あ邪魔だなみたいな顔したら、お前ふざけんなっつって俺よって言って下ろされて、はい、お前何なんだよさっきから、はい、いや僕別にそんな思いはないですよっていうか、
大なんだよ、はい、冗談じゃねえぞおい来そうになったから、はい、思いっきりローキックももに入れたらあーって言った後に、別にそういう意味じゃないけどって一発で終わったって言うんですよ。めっちゃ強いからね、ものすごい飛べるしね。で彼がやっぱりあの酒場で反社会の人みたいな人と揉めたらしいの。で向こうはボクシングやってたんですって。喧嘩になったら叶わないんですって、あのボクシングのパンチが速くて。でうわーあーうわーってこ う, うわやばいやばいやばいって言ったら蹴り出してきたんですって、はいはい、で蹴り出してきたからもう空手でしょ、はい、もうブロックしてバーンって蹴ったらもう終わりだってじゃあパンチはやパンチのままいけば彼勝ったのに下手に蹴り出したからあその専門分野で全然専門分野で違うそれを僕は習いましたあとはね、本番になると力が入るっていうのはよく分かったの。僕がこううつ伏せになってるところを長嶋俊之さんが靴でって踏むっていうシーンだったんですよ。でリハではこう大丈夫ですか関根さんと大丈夫ですよっつって本番よースタートガーンと思いっきり踏まれて痛い。ああ本番になると入っちゃうんだと思ってだけどね、撮影現場がねどんどん寂しくなっていく、あれは辛いね。ただどっちかにそばごっそになりましたね、食べに行ってあの僕の方が年上なんだけど、はい、あの向こう主役だからおごってくれたその際時任三郎さんに関根さん俺将来やってきますかねって言うから、もう大丈夫でしょもう全然大丈夫よいけるよって言ったのを覚えてるのそしたら時任さんがああ安心したとか言ってくれてあの二人いい人でしたよ。うん、ちびっこギャングも出てたんだ。あ、出てた。ただかわいそうなのがさ、はい、結局さ手銭監督とかさ、はい、ちびっこギャングのその凄さを知らないわけよ。あ、お笑いを、はいはい、だからちびっこギャングが30メートルぐらい歩いてって階段登ってって2階の人と話をして帰ってくるっていうのを引きでワンカットだからね一回も切り返さないからかわいそう。すごいですねそれも。ひどいでしょだってもう結構一世風靡してる時代。そうですよ、だからキャスティングされたんですよ。そうそう、売れてるからですもん、ね、そうですよ。でも監督は知らないから、はい、でカット割りは監督のお任せだから行く時アップかなおし、なんとかでっつって、はいはい、もう昔はもうえげつない、はい、あの時間がないから、うんうん、昔は主役の人はこうあったりするけど、はいはい、だからこの間ヤスが NHK のドラマに出て、はい、すっごい文句言ってましたもん、俺セリフ言ってんのに、はい、主人公の人の顔の横に俺の後頭部が映ってるだけだった。普通はヤスに切り替えるでしょ。そう喋ってんだ。そう。それを怒ってたんで、ヤスもう一歩だよっつって、もうちょっとだよっつって。だからこれはフィルムだから大変でした。ああ、はい。呆れたでか。